できますか。なんで寮長の中で一番なんか運動が得意じゃなさそうな二人になったんだ。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。いいんだ。でリズミックだったね。リズミックだからまあ飛ばしてもいいのかな。これ死ぬほどやったもん。この入学式夜に、あでも待って、グリフィンドールじゃねえ、ホグワーツも夜にやってたな。そういえば、まあ、そうだったな。何、夜が好きなのかな。寮生活だからってこと。もう寝て、とっとと寝て、明日に備えてねみたいな。わかんないけど、これなんかもうちょっと効率のいい捕まえ方ないの。遊んでんじゃん。もう捕まえろよお前。何その趣味。あ、なんかもうあれかな、長い寮生活でこうストレスが溜まっちゃって、もうなんかこういう小動物を痛めることに快感を得るようになっちゃうのがナイトレームカレッジ生ってことだな。痛ぶって快感を得る。でも性癖歪みまくるじゃん、この学校の生徒。なんかこの学校の生徒みんななんか性癖歪んでそうだしな。言ってしまうとほら、男子校なわけじゃん。だからやっぱなんかこう、歪んじゃったんじゃない？本当に。ツイステッドっていうぐらいだからさ。なんでここ共学じゃないんだろう。共学になったら大変だろうね。何人かはもう3ヶ月に1回女、なんか彼女をゴロゴロ嗅いでそうな感じするんだけど。あ、で、デュオ魔法使えばいいじゃん。これなんかリズミックは別に飛ばしてもいいのかな。あ、ここで冷酷アンサー。俺はさ、別に何、入学しなくていいわけじゃん。いなくていいわけじゃん。帰っていいってこと。帰れないんですよ、ね。あ、ここで、あ、使ってたっけ、ユニーク魔法ってやつだな。なんじゃこりゃ。これ寝るの大変そうだよね。ハートの女王の法律第23条。祭典の場に猫を連れ込んではならない。じゃあ柴犬はオッケーってことですね。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。あ、リドルは猫っつってる。俺様は猫でもね。じゃあ何なんだ。こんな首はすぐに燃やして、あれ炎が出ねえんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。なんかそうだ、これ最初首輪見て、あ、そういう趣味持ってるんだこのリドルって子みたいな、なんか思った記憶はある。心配しなくても君みたいなペット、こっちから願い下げだ。それに関しては同意しちゃうかな。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法。お前欲しいんだろ、どうせ欲しいんだろ。絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありません。出てたな今、なんかチロッと出てたな。どうにかしてください、あなたの使い魔でしょ。あ、これ俺に言ってんの。あ、いや、ちゃうけど。しっかりしつけよ。違うって。あなたのじゃない。そう言ってんじゃん。聞け、その尖った耳で聞け。見知らぬ獣ですって。さっきあんのも言ってんだろ。そうでしたっけ。ああ、そうだよこの野郎。うん、では学園外に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。いや、多分美味しいから、あの、大丈夫です。あの、調理できるんで、その辺のことは大丈夫です。あの、調理場さえ貸していただければ、僕が丁寧に調理して鍋にするんで。誰かお願いします。あ、だから僕があの調理するんで。ギニャー、離すんだぞ。俺様は絶対大魔法師になってやるんだぞ。誰が連れ出したの今。なんであんな必死なんだろうね。まあ、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。俺は各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。解決してない問題が一個あんだけど。ん、そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。ほら、また誰か、みんな誘ってないでしょ。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ、もしかして誰も式のこと伝えてないのか。そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。こ
こはもうなんか違和感あるんだよね。カリムそんなこと言うかなって。そうだなって言うじゃん、多分。なんかそれであいつのこと知らないんだよなって、かわすのがすごい違和感あるよね。まあ、プロローグだからしょうがないのかな。なんだ。何もそもそし。なんだ。まさか、あのマレウス・ドラコニア。伊賀にじゃ逆に誰がいるとお思いですか、生徒 A さん。この学校に通ってるってマジだったのかよ。別に通うのは自由だろ。怖え。怖えって雑な感想。やはり。ほらなんか老人区長の男よりもさ、何よりもファンキーな髪型に注目せ。もしやと思って来てみたが、マリウスは来ておらなんだか。な、俺があだ名こ心もとないあだ名つけるとしたらファンキーだな。また式典の知らせが届いていなかったと見える。これリビアが教えないのは何でなんだろう。セベクとかさ、シルバーは教えそうなもんだけど。申し訳ありません、決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。口調がもう。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。向こうは話しかけてほしいと思うよ。まあよい、ディアソムニア領のものはわしについてくるがいい。あやつ拗ねていなければよいが。めちゃめちゃ拗ねてると思う。いや、ちゃう、ついてこいとかじゃなくて、俺はめっちゃほっとくじゃん。さて、大変残念なことですが、はい、何ですか。あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。なんか、じゃあ交通費ちょうだい。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。なぜ。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。はあ、さあ扉の中へ。強く故郷のことを念じて。俺勝手に思ったけど、なんか鏡の、あのさっきの鏡の前でそうやってんのかなと思ったけど、棺の中に入ってるってことなんだよね、これ。それ違ったわ、俺の中のイメージ。ああ、長い目だった。汗かいたしも。最悪や。闇の鏡よ、このものをあるべき場所へ導きたまえ。たまえ。もう一度。闇の鏡よ、このものを。どこにもない。俺の故郷滅んだわ。日本沈没したわ、もう。え？このもののあるべき場所はこの世界のどこにもない。まあどこにもないっつってんだよね、これで。だから俺はやっぱ本当にこの世界の住人じゃない説が、まあ、まあ決定してんのかな。決定してんのか。無である。いや、日本なくなっちゃったよ、やっぱ。ほら、沈没しちゃったよ、やっぱ。島国だ、なんかでかい島国だからって舐めてたもん。ポンポン、沈んだポンポンだわ、もう。なんですって。そんなことありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。もうなんかやめた方がいいよ、学校閉じな。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。ね、今の闇の鏡のカットいる。そもそもあなたどこの国から来たんです。いろんな呼び方がありましたね、日本という国には。日本だけではなく、日本国、日本国だけでなく、黄金の国、ジパングだったり、極東の国、あとはですね、豊橋原瑞穂の国という、なんかたるい名前もあって、和の国とかもありますね。あと、邪馬台国とか、ありますあります。結構いろんな呼び方されてるんですよ、日本って国は。なんでか知らないけどね、ジパングもそうだし、黄金の国もそうですし。なんか不定形ではあるんですけどもね。まあ、なんかね、いろいろ共和国だったりさ、あの合衆国ってつきがちなんですけども、日本は日本国なんですよね。ここまで聞いて、あのご質問とかあります？実はなんだ、あ、俺こっから喋りやがった、こっから喋りやがったよ。どうですか、聞いて今の。聞いたことのない地名ですね。あ、そうですか。一応思いつく限りの日本の名前言ってみたんですけど、ジャパンとかハポンでもいいよ。ジャポーネとか、あと他の呼び方知らねえな。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。ツイステッドワンダーランドって何カ国あんの？どれぐらいあんだろうね。それこそね、私たちのいる世界と同じ、国連加盟国に入ってる、いくつでしたっけ？ 195？
あんのかな、国地域他入ってないのも合わせて202とかあったような気がするんですけど、一度図書館で調べてみましょう。あ、行こう行こう、図書館ちょっと行きたかったわ、もう読みたいもん、わー気になる、わー。さああ、ここで、あ、ここでアムニシアのね、図書館、そう、図書館がね外れにあるって面白いよね、なんか学校ないじゃないんだっていう、よっぽど本多いんだろうな。さあ、やはりない。あ、本当、世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。ね、もうなんかツイステッドワンダーランドの歴史とかめっちゃ気になるんだけど、その本見たい見たい。世界大戦とかあったんすか。あなた本当にそこから来たんですか。嘘をついてるんじゃないでしょうね。あ、痛い子って思われてるってこと。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、うん、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。うん、異世界だね、完全に異世界宇宙人ではねえよ俺、気持ち悪いじゃん。ここへ来る時に持っていたものなどは、あの諦めない心とか、父さんがくれた熱い思いとか、母さんがくれたあのまな寿司とか。ダメだ、もう自分で笑ったらもう意味ねえ。身分証明になるような魔導者免許証とか、靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。入学してるなんか16歳の時点で魔導免許証をゲットできるってことなのかな、ツイステッドワンダーランドって。そういえば財布もスマホもない。いや、スマホないの痛いよね。困りましたね。本当だよ、魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。その間ログインボーナスもらえないってことでしょ。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。一応若者なんだな俺、16歳ぐらいってことかな。本当にいけるよ、働けるじゃん、まあワンチャン働ける。私優しいので。自分で言ったらもう意味ないもん。そうだ、なんじゃ。学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。もうこれなんだよね、昔寮として使われていた建物があるんだよね。今はほら、あの教舎っていうのかな、あれに中に入って異空間にある、まあ、寮に分けられてるけど、それがどれぐらい昔かなんだよね。そこがすごい個人的に謎。ってことは寮は1個しかなかったんじゃないかなと。うわー、すごい気になるな。なんか学園の歴史ないのそれ。あったじゃん、なんかあのホグワーツの時ハーマイオニーがさ、ホグワーツの歴史について調べて、もうずっと調べて、なんか分厚い本あったじゃん、なんかああいうのないのこの学校。そこであればしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。今2月、本編2月ぐらいだけど一向になんかその方法見つかんないよ。ああ、なんて優しいんでしょう、私教育者の鏡ですね。俺が監禁されてた時お前バカンス言ってたじゃねえか。では善は急げです、寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。はあ、趣があると。もうあったよ。